生駒近隆は、幕末の皇太より合い旗元明治初期の大名、出羽屋島藩主。嘉永2年11月7日、旗元生駒親道の息子として生まれる。幼少期から聡明と言われた。安政2年10月22日、家督を相続する。文久2年12月1日、将軍、徳川家持に、おまみする。慶応2年2月、幕府に、 両家へ帰国する許可を願う。慶応四年の母親戦争では、出羽久保田藩や出羽本城藩と共に、官軍側に組みした。同年2月21日、旧幕府に対し、王宇沈部士の指揮下に入るため、矢島に帰国することを願う。同年3月8日、王宇沈部士の指揮下に入り、後に諸行に加えるとの内諾を得る。同年7月8日、 大宇鎮武総督府からでは将内藩攻撃の先導役を命じられて出兵する。同年7月28日、町海山麓を越えて、百合軍内に侵入してきた将内藩の反撃を受けて、敗北、矢島陣屋を奪取されて、久保田藩の久保田城下に逃げた。同年9月28日、大宇鎮武総督府から見舞い金を支給される。同年11月5日、 東京に出る。同年11月20日、工事騎士によって15,200国の大名となり、十五位した、佐ぬ神に除任した。同年12月5日、明治政府から領地へ帰国する許可を得る。明治2年6月22日、藩赤奉還により、地範寺となる。明治4年7月の廃藩地県で面官された。明治13年9月9日、死去。去年 なお、子供は、娘だけであったため、夫人の恵美子が家督を相続した。明治29年5月20日、14位を追贈された。田尻左辺、増位所見伝蔵保番上特使増位年表 P8。ありがとうございます。